南西アフリカ警察隊不正規戦部隊を称える、銅像南西アフリカ警察隊不正規戦部隊は、南アフリカ統治下の南西アフリカに存在していた、南西アフリカ警察の準軍事組織。通称空府とオペレーション系。対反乱作戦に従事したが、1990年に南アフリカ政府と独立したナミビア政府との交渉で解散した。 アパルトヘイトを行う南アフリカの国民党政権の区靴である南西アフリカと現地民の民族独立を訴える南西アフリカ人民機構との戦いに南西アフリカ警察は直面しそのためローデシア紛争を経験した南アフリカ警察のハンスドレール大佐は過去の経験を生かし警察内部に大テロ部隊の設立を構想した創設時の隊員らは 警察特殊タスクフォースなどから訓練を受け、1980年代には、隊員は1000人を超えた。1975年に、南アフリカ共和国国防省、ピーター・ウィレム・ボータは、アンゴラ解放人民運動を支援する、ソビエト連邦やキューバに対抗して、アンゴラ内戦に直接介入する方針を決定し、サバンナ作戦ではアンゴラに、武力侵攻を行い、 MPLA と対立したアンゴラ民族解放戦線やアンゴラ全面独立民族同盟に属したアンゴラの黒人も引き入れて第32大隊や南西アフリカ警察隊不正規戦部隊を組織した。特にボータに増下の AK-47 も送る中だった UNITA のジョナス・サビンビ議長と進行を結び南アフリカ軍が UNITA を支援する。 軍事作戦を連続して実行したクイトクアナバレの戦いは、第二次世界大戦以来のアフリカ大陸での大規模な戦闘の一つとされた。第32大隊は、アンゴラ内政やナミビア独立戦争に投入され、アンゴラでは、クトクアナバールの戦いに参加する。空風とは解散まで2615回の戦闘を経験し、3225人ものゲリラを殺害。 もしくは逮捕したと推測されている。空風とは、少数の白人指揮官と多数の黒人隊員によって編成されている。主にオバンボ方言を話せる、オバンボ人のアンゴラ民族解放戦線メンバーなどが所属しており、部隊の性質としては、ローデシア軍のセルーススカウツやポルトガル領、モザンビークのフレシャス、南アフリカ防衛軍の第32大隊といった。 アフリカ系現地人中心の特殊部隊と類似している。彼らが主に言っていた戦術は足跡などを頼りに逃走するゲリラを見つけるコンバットトラッキングという追跡術であり、黒人隊員らは消火器の扱いとともにトラッカーとしての訓練を受けていた。また、スワポは自動小銃からロケット砲や迫撃砲、対空兵器などで武装しているタジライなどを埋設していたため、 クーフートの隊員らは、地雷対策をした、キャスパー走行兵員輸送車に随伴し、またヘリコプターによる航空支援も受けて任務に当たっていた。クーフートは、当時の南アフリカ国防軍が使用していた、ベクター R4 シリーズを主に使用していたが、スワポなどから露角した AK、AK-47 や PKM 機関銃といった、共産犬制の銃器をクーフートの隊員が手にしている。 写真もある。ありがとうございます。